赤葉桜の富士現象富士現象とは、花の開花などの生物季節現象が通常の時期とは著しく異なる時期に発生することである。具体的には、ソメイヨシノが秋に咲いた、モンシロチョウが真冬に飛んでいた、などが該当する。動植物が季節によって状態を変える現象を生物季節現象という。富士現象とは、その生物季節現象が 通常の時期とは著しく異なる時期に発生することである。具体的には、通常は春に咲くソメイヨシノが秋に咲いた、サナギで冬を越す、モンシロチョウが真冬に飛んでいた、といったものが、不自現症である。日本の気象庁では、各地の気象観所において、生物季節観測を行っているが、観測地点における、 生物季節現象が、その最も早い時期もしくは最も遅い時期に比べ、おおむね1ヶ月以上回避して起こる場合を、富士現象と分類し、生物季節観測の対象外としている。春先の桜の場合は、以下のような原因で、季節外れの開花が起こるとされている。夏に、翌春開花予定の加賀をつける。歯で生成される成長抑制ホルモンの作用で、加賀は、 休眠状態に置かれる。晩秋に落葉すると、成長抑制ホルモンの供給が、ぶくり、また冬の寒さを合図として、加賀の休眠状態が解除される。冬から春にかけて気温が上昇すると、加賀が蕾へと成長し、やがて開花する。強風、害虫、天候不順、塩害、猛暑、水不足などの要因で、夏のうちに落葉してしまうと、 成長抑制ホルモンの供給不足となり、夏のうちに、ガガの休眠状態が解除される。秋の訪れなどで一度涼しくなった後に、暑さのぶり返しが起こると、冬が訪れた後に春が到来したと誤認し、加ガが蕾へと成長し、翌春を待たずに開花に至る。ありがとうございます。